平野仕様の上半身裸で髪が濡れた写真にファンが興奮、水も滴るいい男、330万人以上を落とにかかってるというタイトルで記事を作成します。元、キング、リンチェプリンス、メンバーである平野仕様さんが自身のインスタグラムを通じてファンを興奮させましたた。 彼は7月13日に川で遊んでいる様子を写した写真を公開しました。この上半身裸で髪が濡れたショットはファンの間で大きな話題となり多くの人々が彼の魅力に酔いしれました。様々なコメントが殺到し、その中には水も滴るいい男、330万人以上を落としにかかってるといった興奮した声もありました。 平野紫耀さんは最近自身のインスタグラムを通じてファンとの交流を深めています。彼は7月13日、川で遊んでいる様子を写した写真を公開しました。この写真では平野さんが上半身裸で髪が濡れた姿を自撮りしており、そのイメージにファンはたちまち魅了されました。SNS 上では 彼の魅力的な姿について、たくさんのコメントが寄せられました。ファンの中には、水もしたたるいい男とは、翔くんのための言葉だから、セクシーすぎる、この川の水、天然水として販売予定はあります売ってくれ、ちょっと紫輝くん、フォロワーの330万人以上を落としにかかってるといった彼の魅力についての絶賛の声が続々と寄せられました。 平野さんの魅力は、その外見だけではありません。彼は多彩なパフォーマーであり、歌唱力やダンスのスキルも持ち合わせています。これらの才能に加えて、彼の笑顔や人柄も多くのファンを魅了しています。さらに、平野さんは自身のインスタグラムを通じて、日常の様子や思い出をファンと共有しています。このようなコミュニケーションの場を通じて、 彼とファンの絆はより深まっています。平野志耀さんの人気は、キングプリンスをというグループに所属していたことも一因とされています。彼はグループとしての活動を通じて多くの人々の心をつかみ、支持を集めました。その後、ソロとしても活動を展開し、ますます注目を浴びています。このような人気の背景には、 彼の個性や才能だけでなく、彼自身が真摯に努力を重ねてきたことも関係しています。彼は常に自分自身を高めるために努力し、進化し続けています。平野志耀さんの魅力的な姿について語るだけでなく、彼の活動やファッション、インタビューなどについても掘り下げることができます。 彼の魅力に迫る記事を通じて、読者に彼の素晴らしさを伝えることができるでしょう。平野志耀さんが上半身裸で髪が濡れた写真を公開したことにより、ファンは興奮し、彼の魅力に再び熱狂しました。水も滴るいい男という言葉が彼の魅力を的確に表現しています。彼の外見だけでなく、 多彩な才能や魅力的な人柄も多くの人々を惹きつけています。平野志洋さんのこれからの活躍にますます注目です。彼の魅力的な姿勢と努力を通じて、彼の成功がさらに輝かしくなることでしょう。ファンは彼の成長を見守り、彼の活動に応援の声を送り続けることでしょう。大変お世話になりました。 最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。